熱血大陸みたいな動画を作りたいのに、どうして私は、こう…そういうことではないんです。インタビューはヒーローへの熱い思いを語るだけになってしまいましたし、結城せつなの元気の秘密を探るコーナーでは、大丈夫なのはプロテインのシーンだけですか？しかも変な煙が出てしまいましたけど、平気だと思いますか？配合は皆さんにも真似してほしいんです。このまま続けて大丈夫でしょうか？わかりました。あなたが信じてくれる私を信じます。あの、最後のシーンなんですが、変更してもいいでしょうか？私、歌いたいんです。もやもやした気持ちを吹き飛ばしたいですし、それにやっぱりスクールアイドルですから、歌っているシーンは必要かなと思いまして。うわー、気持ちいいですね。あ、曲は大丈夫です。伴奏なしで歌いたい気分なんです。では、行きますね。気持ちいいです！私の大好き、受け取ってくれましたか？あなたの熱い大好きも、私に聞かせてくださいね。